斉藤幸喜さん、今日もえげつない。パーフェクト。いや、ほんと素晴らしすぎる。やっぱスライダーエグいな。二人目の空振りエグすぎる。右打者も抑えてるんだ、すごい。さすが去年31試合で防御率 0.73 の数字残した投手やわ。キレッキレで草。今中も評価してたしな。もっと評価されていいよな。なお試合。阪神の岩崎うちにも欲しいなぁとか思ってたけど斉藤がいたわ。貴重なポジ要素。ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。